フレットレスジャズベースの一部、フレットレスベースとは、アコースティックベースおよびエレクトリックベースのバリエーションの一つ。ピエゾピックアップ仕様のフレットレスベース。音域は3オクターブフレットレスという名前通り、通常のアコースティックベースやエレクトリックベースと異なり、指板上にフレットがない。それ以外は、フレッテッドベースと構造上の大きな違いはなく、 指板上にフレットの代わりに目印となるラインが書かれているものも多い。ラインの引かれていないものは、チェロやコントラバスと指板の見た目はほとんど変わらない。フレッテッドベース同様、エレクトリックのタイプとアコースティックのタイプ、多弦のタイプなど様々なバリエーションが存在する。音を均質化するフレットがないために、左右の指の使い方でフレッテッドベースに比べたような音色を引き分けられるが、 金属のフレットがない関係上、音色や奏法を工夫しないと音のアタックが弱く、特にロックではバラードを除いて、あまり使用されない傾向にある。1970年代後半あたりから多く、使用されるようになり、ジャコパストリアスがフレットを抜きその後に、船舶用のエポキシ樹脂を詰め込んで塗り改造した、フェンダー車のジャズベースを用いて、特徴を確立した。実際の演奏上では、 音程の変化がさせやすいためビブラート双方、特にバイオリン族と同様のクラシカルビブラートが多用される。また、弦に干渉するフレットがないことを利用し、ハーモニクスを発生後にスライドさせる、スライドハーモニクスも固有の技法として知られている。また、フレットが存在しない、イコール平均率以外の音率が表現できることから、西洋音階を使用しない。 民族音楽的なジャンルで使われることも多い。機材的な側面ではフレットレスとして設計開発された個体とは別にフレッテドベースの指板を抜き調整を加える改造も一般的である。その際にはサイドポジションの移動、または塗りつぶしなどの処置が必要となる。また、一般的なフレットレスのイメージの代表的。 存在である蒸気のジャコパストリアスのような音色を得るためには、エポキシ樹脂のような指板塗装の工程が必須になる。これは指板に使う木材の高難ではなく、塗料に含まれるガラス質が音色に影響しているためで、あり、エボニーを代表とする高質な指板材の楽器でも、塗装工程の代用はできない。つまり、既存のフレッテドからフレットを抜けば、あるいは製作時に、 指板材にフレットを打ち込まなければ、即座にフレットレスベースになるわけではなく、フレッテドベースとは別のフレットレスベースという体系を持つ楽器である点に留意が必要になる。ありがとうございます。